ボジョレーワインとは、フランスワインの一つ。ローヌ県北部、ソーヌイコールエイコールロワール県の数カ所のコミューンで生産されている。ブルゴーニワインの一種類とされている。生産地域は、マコンとリオンの間、ボジョレー地方の山のふもとである。毎年11月第3木曜日に解禁される、特産品の新種を、ボジョレーヌボーという。 以前はその年のドウの出来栄えをチェックすることを主な目的としたもので、ワイン業者が主な顧客であったが、その後、解禁日をイベントとして、新種として大々的に売る販売戦略や販売手法が確立され、現在はフランスでも日本と同じ目的で一般の消費者向けに売られている地区に隣接する地のワインは、ブルゴーニュワインに分類される。 ブドウ畑の風景ボジョレーヌ防止力品種のガメシュ、ボジョレーと名乗ることのできるワインは赤ワインであればガメシュ、白ワインであればシャルドネシュを使用したものに限られ、これらはアペラシオンドリジーヌ・コントローレによって定められている。しかし、白ワインは全体の生産量の1%に過ぎないという。赤ワインには一部地域を除き、ピノノワール種の補助的な使用も認められているが、 今日ではもはやピノノワールが使用されることはない。この地域にはクルボジョレーと呼ばれるより範囲の限定されたワイン産地が含まれる。下にこの範囲に入っている村名を記す。なお、フランスのワイン法ではこれらの地域で作られたワインを生産された村名で販売することを許されているだけで、これらの地域からも単純なボジョレーワインとして地域名で出荷されることもある。 ボジョレー・ベラージュ奥ボジョレーを構成する96カソンのうち、ソーヌイコール・エイコール・ロワール県の8カソンと、ローヌ県の38カソンは、ボジョレー・ベラージュの奥を名乗ることができる。ブドウの収穫量やアルコール度数などが、普通のボジョレーより厳しい。ボジョレー・ヌボーにも、この奥が適用される。ボジョレー,ヌボー・ヌボジョレー・ヌボーとは、フランスのブルゴーニュ地方南部に隣接する、丘陵地帯。 ボジョレイで生産されるヌボ使仕様の赤ワインである。したがって、ボジョレイの通常の赤ワインとは異なる。ヌボは、ヌーボー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 ヌーボ,ーヌーボーなどとも表記される。試飲酒だけに、通常のワインが出来上がるより早く試飲できなければ、意味がないために、ヌボ用のボジョレイは、ブドウを収穫したら速やかに醸造して、ボトルへ詰め、収穫したその年の11月に出荷を済ませる。 ヌボウ仕様で軽い仕上がりの赤ワインである。クリボジョレー等と違い長期の熟成には耐えられない。前日のボジョレー・ビラージュと呼ばれる、より限定された地域のものにもヌボウがあり、こちらにはボジョレー・ビラージュ・ヌボウというラベルが貼られる。つまり、これらヌボウとは、その年に収穫されたブドウの出来具合を確認するための新種のことである。そのために短期間で、 ワインとして完成させなければならず、MC 法と呼ばれる急速発酵技術を用いて数週間で醸造される。業者などの毎年大量にワインを購入する者にとってはその年の購入量を決めるための指針ともなる。それぞれの国家の現地時間で11月の第3木曜日の未明の午前0時に一般への販売が解禁される。特に日本は時差の関係から 先進国の中で最も早く解禁の時を迎えるため、この時のためにワインとしては例外的に空輸される。かつては毎年11月第3木曜日の0時までは日本の税関を通過できなかった。24時間営業のスーパーマーケットやレストラン、バーなどではイベントも兼ねて当日午前0時になった瞬間に販売を始めるところもある。梱包箱には 年11月日午前0時以前の販売及び消費現金の文字が書かれているが、フランスの多くポーによる規制のため、その日より前に販売、消費しても日本国内で法的に罰せられることはない。しかし、税関の特別措置として事前に通税し店舗に下ろされているため、解禁日前にフライング販売をしている店舗があり、規則を守らない場合、 事前に配送を受けることが禁止される可能性がある。諸説あるが、ヌボは、そもそも当地の農民が収穫を祝ったのが、始まりとされる説、不作時にある、ワイン醸を造業者が、面白半分に、ワインの、即、情報で作ったところ、果実粉あ溢れるワインに仕上がり、たちまち評判になった説がある。本格的な輸出が始まったのは1968年で、ある。 当初の解禁日は11月11日であったが、その後11月15日に改められ、さらに1985年から11月の第3木曜日に改められた。解禁日が設けられた理由として、各メーカーがどこよりも早くヌボーを出荷し売り上げを稼ごうと競い合っていたものが、だんだんエスカレートしていき、ついにはワインとして十分出来上がっていないにもかかわらず、 出回るようになってしまったからである。日本への航空便での輸入は1976年に開始された。1980年代後半のバブル景気に大きなブームになり、解禁日未明に新東京国際空港に行って飲む人まで現れるなどの状況であったが、バブル崩壊でブームが終わった。しかし1997年頃から赤ワインブームに乗って、 再び脚光を浴び、近年はニュースでも解禁の様子が伝えられるほどで、バブル時代を上回る市場規模となった。2004年ものは過去最大の販売数量を記録した。また、2009年のボジョレーヌボーは、消費不況や製造、輸送コスト軽減の観点から、大手ワインビールメーカーやスーパーマーケット、ディスカウントストアから、ペットボトル型の商品が相次いで投入され、 円高とも重なり、中には 750ml のレギュラーサイズで1000円を切る激安ボジョレーヌーボーも登場した。しかし、ボジョレーヌーボー生産者側は、伝統維持や品質保持に問題があることや、ペットボトルの中では6ヶ月以上を持たないとして、ペットボトル型商品の販売禁止を検討することを明らかにしたものの、フランス政府から自由競争に反するという理由で認められず、 2011年11月17日にペットボトル型の販売禁止のルールを導入することを断念すると発表した。2011年ものではハーフボトルを390円や3リットルシパック入り2480円で販売するスーパー精油も出現した。2003年のワインは100年に一度の出来、2009年の ワインは50年に一度の出来と報道されるなど、毎年のように最高級の評価がなされることがある。種の通例にまでなっており、こういった年に一度のような評価はもっぱら大手輸入業者や居酒屋店長、ソムリエのコメントであり、地元のボジョレーワイン委員会の控えめな品質予想とはだいぶ異なる。輸入業者の担当者は委員会の品質予想はわかりづらく、自分たちで 直接ワイナリーに出向き、生産者と話をして判断しているという。なお、各年度の評価には、以下のようなものがある。販売業者らの評価、編集ボジョレワイン委員会の品質予想、編集1980年7000箱、輸入1981年3000箱、輸入1984年3万3000箱、輸入1985年3万5000箱。 輸入1987年過去最高の8万9000箱が輸入され、浜谷広志、古谷光俊らが呼びかけた、解禁日の真夜中にボージョレ・ヌーボーを楽しむ会は大盛況。輸入量は世界第7位となった。1988年バブル芸域も相まって、昨年の7割増しである15万3000箱輸入され、洋食店の他中華料理屋や焼肉屋、 蕎麦屋にまで、ヌーボーありますという張り紙がなされるほどの一大ブームとなった。世界一早い解禁パーティーが開かれた成田ビューホテルでは、ボジョレー地方の民謡、ボジョレーヌーボーエタリベを演奏し、キャンドルと樽を持ったソムリエが、ピラミッド型にグラスを重ねた、ヌーボータワーを実演するなど、本場かおまけのセレモニーが行われた。1989年取税法改正で、 2500円程度にまで値下がりしたため、昨年の倍以上の40万箱の輸入が見込まれた。競争が加熱し、貨物チャータービンの奪い合いが起きたり、世界最大級の貨物機であるアントヌノフ124型機も投入されたりしたが、貨物機の供給が足りなくなり、一部で解禁日に間に合わないなど混乱が発生。新東京国際空港は、 少しでも早く味わおうというファンや積み出しのトラックで大賑わいとなる。JR 東日本はワインファンを乗せた団体専用列車ボージョレヌーボーエクスプレスを運行した。1990年過去最高の47万箱を輸入。しかし天皇陛下の即位の例が11月12日に予定され国賓ラッシュで航空便に支障があるとして日本に 限り一週間遅れの第四木曜日が解禁日に設定された。このため、世界一早く飲めるという魅力がなくなった上に、円安不乱高の影響、解禁日遅れに伴う倉庫保管料、航空運賃上昇などのコスト増で、販売価格が前年の4割以上高騰した。1991年価格は3000円に値下がりし、解禁日も例年通りに戻る。 しかし、ドウの不作が続き、バブル崩壊もあって人気は下火。1992年不作だったが、輸入メーカーは過去2年のものよりフルーティーで軽いと評するも、昨年比60%減で、ピーク期の89年と比べ3分の1に落ち込んだ。1993年3年連続でドウの不作。円高フラン安と需要減のため600円近く値下がりしたが、 輸入量は13万5千本にとどまる。1994年4年連続不作、4万箱に落ち込んだ。1995年5年連続の不作に加え、フランスが海外圏ポリネシアのファン型ウファ干渉で核実験をしたため、核実験反対の不買運動が激しくなり、日本消費者連盟など102団体がボジョレーヌ・ボボの輸入見合わせを 日本国内の輸入会社や商社に呼びかけ、例年各地で開かれていた、ボーボーフェアも中止が相次ぎ、輸入量はピーク時の90年の5分の1に落ち込んだ。1996年天候良好で6年ぶりの豊作、さらに赤ワインのポリフェノールは動脈硬化を防ぐといった研究報告が相次いだ影響で、ワインブームが到来、15万6千箱を輸入。 1997年収穫直前に雨が少なく、ブドウの生育に最適の気候だった。フランス食品振興会は、まろやかで濃厚。近年稀に見るワインの出来で、過去10年間でトップクラスと評価。一方で、アジア通貨危機の影響で、日本市場が標的にされたのではという専門家の意見もある。1998年8月に好程に恵まれ、 さらに赤ワインブームの影響で、昨年の5倍の輸入量を記録。1999年好転に恵まれ、千年代最後の新酒ワインは、昨年より酸味が少なく、フルーティーで口当たりが良く、近年にない出来と評された。2000年天候が順調でブドウの出来は、よく、今世紀最後の新酒ワインは色鮮やか、甘みがある味に仕上がったと評した。 輸入量41万箱は1989年に次過去2番目の量を輸入。2001年夏暑く、9月から涼しくなり、酸味と甘みのバランスの取れたブドウが収穫され、ここ10年で最高を投票された。2002年にヨーロッパ全域で好天に恵まれブドウの糖度が増し、今季は例年以上に良好な味わいに仕上がっている。 砂糖菓子にも似た甘い香りが花をくすぐる。2003年全仏を襲った猛暑の影響で、ぶどうの糖度が増し、フルーティーで香りも豊かで110年ぶりの当たり年と評され、過去最高の輸入量60万ケースを記録、解禁後に売り切れが続出した。2004年ボジョレイ地方の夏の気温があまり上がらなかったため、ぶどうは平年並みの出来だった。輸入メーカーは、 ブドウの選別を厳しくしたため、ワインの出来自体は、平年より、軽やかな味で、香りが強くなかなかの出来栄えと評した。2005年小宇田が猛暑ではなく、収穫前に、恵みの雨が降る理想の天候でブドウの生育は、順調だった。サントリーの担当者は、タフな3年産とはまた違い、酸味が少なく果実味が凝縮し、本来の軽さを備え、これぞザ、ザヌーボー。 ワインを飲んだことのない人にも楽しめると評した。2006年7月2959年以来の猛暑を記録。適度に熟したくましく育ったブドウが収穫でき、輸入メーカーは、丸みのある味わいと、キイチゴやカシスなどを思わせる香り、酸味が柔らかく果実味が前面に出ており、優しく、まろやかで、今も語り継がれる76年や5年に近い出来。 2007年夏の気温が低かった影響で収穫量が減るも収穫期は理想的な天候に恵まれ木イチゴのような甘酸っぱい香りと紫がかった赤色が生まれ柔らかく果実味豊かで上質な味わいと評されたも輸入量は1146万本と3年続けて減少2008年夏の悪天候の影響で収穫が約2週間遅れる輸入業者は 豊かな果実味と程よい酸味が調和した味と表現。2009年収穫時の天候に恵まれ糖度の高いブドウが収穫され、サントリー担当者は濃縮された味わいに仕上がり、甘みだけでなく酸味もしっかりしていて過去最高と言われた2003年に匹敵する50年に一度の出来という2010年冬から春にかけての寒さでブドウの生育に 遅れが出るも、7月から9月に好転が続き、輸入業者の評価は、ワインの出来は良く、新種らしいフレッシュな味だった。2011年春に猛暑に見舞われ、夏は好転続きという理想的な天候。果皮と果汁のバランスが良い完熟度の高い小粒の、ブドウが早く収穫され、エレガントな香りと滑らかな口当たり、程よい果実味と酸味、 スムーズな喉越しとバランスが取れ、100年に一度の出来とされた2003年をコス21世紀最高の出来栄えと褒めたたえた。2012年表や、霊夏などの気候条件が厳しく、ぶどう収穫量が過去50年で最小だった。身が小さい分凝縮感のある味わい、心地よく偉大な繊細さと複雑味のある香りを持ち合わせ、糖度と酸度のバランスが良い。 軽やかな味2013年春先に雨が続き、ぶどうの収穫量は例年に比べると少なかった。ぶどうの粒は小さいが、夏以降天候に恵まれ、みずみずしさが感じられる、上質な味わい。独特の製造方法のためにごくわずかながら、炭酸ガスを含有するのと、少ない酸と、タンニンにより独特の清涼感をも感じさせてくれる、ワインでもある。しかし、 醸造時に加工との接触時間が長いため、加工由来の特有の苦味を有する。また、火火や種から溶出するタンニンや色素が少ないため、色は比較的薄く口当たりの柔らかいワインとなる。一般的なワインは熟成中の状態で出荷され、温度管理されたワインセラーに置くことで味が良くなっていくが、ボジョレーヌボーはそれ以上熟成しない状態で出荷されるため、 値段と比べれば、味はそこそこだが、長期保存できないという特徴がある。そのため、ボジョレヌボーヌ棒は、製造年内に消費することが進められている。ドウ収穫未破砕のままタンクに入れる酵素による細胞内発酵。その後、発砕、削除工母によるアルコール発酵リビキタンク貯蔵熟成、瓶詰め出荷一般のワインの場合は削除した。 ブドウ液を酵母によりアルコール発酵させるのに対し、近代的なマセラシオンカルボニック法の場合は除酵と、破砕をせずかごとボンベ由来の高濃度のに、酸化炭素ガス、または窒素ガス雰囲気に果実を置くことから始める。この嫌気雰囲気下で、細胞内の酵素の作用により1.5%から2.5%のアルコールと小白酸やグリセリンなどが生じ、リンゴ酸は減少し、 果汁が自然に染み出す。細胞内発酵と同時に、果皮は柔らかくなり、染み出した果汁の中では果皮に付着している天然の酵母による発酵と乳酸菌によるマロラクティック発酵も進む。しかし、短期間で発酵を終えるために、一般的なワインより高温で醸造されることもあり、通常の酵母の実による発酵と比較し、カルボン酸エステル類等のフレーバーの元となる。 物質は多く失われてしまうが、複雑なアロマや加工由来の苦味が付与される。伝統的手法では、酵母によって半発酵状態となっている、削重液を二酸化炭素源として使用する。この細胞内発酵の期間は、周囲の温度で状態は変動するが、通常は10日程度で終了する。この後削重した液体に酵母を添加し30摂氏34度前後で、 2から3日発酵させる。発酵を終えたワインは折引きされ瓶に詰められる。この手法は加工と接触している時間が長いことから、酢酸,酸菌や乳酸菌による腐敗を起こす可能性がある。半発酵状態の酢重液を現地ではパラディと呼び、低アルコール度数のライトドリンクとして製造業者の密かな楽しみとなっているが、市場には出回らない。 ジョルジュデュ・ブッフ社やアルベールョー社によるワインには斬新なデザインのカラーのボトルラベルが付いており、毎年新しいものとなる。ボージョレイのカタカナ表記については、現在、種々の表記が見られる。著名なフランス料理のシェフであるアラン・デューカスは、ボージョレイ・ヌーボーの最も近いカタカナ表記を、ボージョレヌーボーとしている。工事園には、ボージョレとして、第四版から記載された。で、 実際の発音例を確認できる。ありがとうございます。